ソフィー・ジャンジャンブル・アンダーソンはフランス生まれのイギリスの画家。田園風景を背景にした子供と女性の絵を専門とした。彼女の作品は密接にではないが、ラファエル・ゼンパとも関係がある。パリの建築家、シャルル・ジャンジャンブルの娘として生まれた。母親はイギリスの地質学者、ジョン・ファレーの娘である。ソフィーの絵画は基本的に独学であったが、 1843年、パリでシャルルドスチューベンについて、肖像画を習ったことはある。1848年のフランス2月革命から逃げるため、一家はアメリカに亡命。最初、オハイオ州シンシナティに住むが、後にペンシルベニア州マンチェスターに移る。そこで彼女は、イギリス人がかウォルター・アンダーソンと知り合い、結婚した。最初は、ルイス・プラングの出版会社で、 黒森とグラフなど、肖像画を描いていた。1854年、家族と共に、ロンドンに移り、ロイヤルアカデミーに作品を出展した。1858年、一家は、ニューヨークに行き、1863年頃、またロンドンに戻った。それから30年、彼女は、ロイヤルアカデミー、王立英国芸術家協会、他の画廊で広く、作品を公開した。 彼女の初期の作品はラファエルゼン派と共通する植物やその他のディテールに対する並々ならぬ配慮がうかがえる。1903年、ファルマスの自宅で死去。ありがとうございます。